前回の動画では伊勢湾フェリーに乗って愛知県の伊良湖港に到着したところまでお見せしたのだ。いよいよこの動画で紀伊半島、渥美半島の旅シリーズの最終回になるのだ。では前回までの動画について簡単にご紹介するのだ。パート1では東京を出て三重県の松阪駅までの模様をご紹介したのだ。超ダイジェストをどうぞなのだ。東京駅を出発したのだ。やっぱり東京は大都会なのだ。電車のホームの間が空いているところがありますので足元に木曽川を渡るのだ。三重県に突入なのだ。四日市駅の手前なのだ。大きな煙突がかっこいいのだ。新駅出発したのだ。しばらく風景を見るのだ。雲津川にかかる緑色の鉄橋を渡るのだ。松阪駅が近づいてきたのだ。列車が減速してきたのだ。パート2では松阪駅から伊勢市駅までの車窓をお見せしたのだ。超ダイジェストを見るのだ。松阪駅の先の風景を見ていくのだ。動画は松阪駅の次の駅、福和駅を出るところからなのだ。滝駅の手前、串田川を渡るのだ。伊勢本線と分かれていくのだ。まもなく時田駅なのだ。ここの風景も素敵なのだ。宮川を渡って伊勢市の中心部へと入っていくのだ。次は山田上口駅なのだ。今回の動画は伊勢市駅までなのだ。パート3では伊勢市駅から三宮泉州店の鳥羽駅までの風景をお見せしたのだ。こちらも超ダイジェストなのだ。では伊勢市駅出発のところからスタートなのだ。まもなく五十鈴ヶ丘駅なのだ。五十鈴川を渡るのだ。五十鈴川は伊勢神宮の横を流れている由緒正しい川なのだ。そんな思いを巡らせている間に二見の浦駅に到着なのだ。まもなく松下駅、止まったらすぐに前方へ移動するのだ。ここは池の浦シーサイド駅、今は使われていないのだ。鳥羽駅なのだ。思っていたより線路がいっぱいあるのだ。今回の大きな目的、三宮泉乗車と鳥羽駅ホーム、果たしたのだ。パート4では鳥羽港からフェリーで伊勢湾を横断し愛知県の伊良湖港までの様子をご紹介したのだ。伊勢湾フェリーの船がやってきたのだ。青い海に白い船体が入るのだ。鳥羽港を出港なのだ。ここから伊勢湾を横断して対岸の愛知県伊良湖港へ行くのだ。手前は坂手島、奥が諏訪島なのだ。こちらは小津久見島、大津久見島、そして道志島なのだ。ここも中間地点にある上島が近づいてきたのだ。金色に輝く海が綺麗なのだ。名古屋港方面から海洋に向かう貨物船がやってきたのだ。おお、すごい接近なのだ。こんなの初めて見たのだ。走行している間に伊良湖港が近づいてきたのだ。港に入っていくのだ。間もなく到着なのだ。ではパート5本編を見ていくのだ。伊勢湾フェリーで伊良湖港に到着、ここから豊橋までの動画なのだ。フェリーターミナル前の伊良湖岬バス停から豊鉄三河田原駅までバス移動なのだ。なお伊良湖港から豊橋までは取れ高が少ないのだ。疲れて結構寝てたのだ。言い訳いいからさっさと見せろよ。三河津漁港を過ぎたところからの三河湾の海なのだ。三河湾のスチール写真なのだ。ひまわり畑が見えたのだ。三河田原駅なのだ。想像と違って立派な駅なのだ。ホームなのだ。こっちは予想通りって感じだな。自転車も乗車できるのだ。次の神戸駅まで前方風景をどうぞなのだ。
称賛も載っているのだ。神戸駅で反対側電車が待っているのが見えるのだ。夕日なのだ。豊橋駅到着なのだ。え、もう豊橋？しかもこの写真、JR 豊橋駅前のロータリーだろ。豊鉄のホームとか改札とかの写真はないのかよ。ないのだ。お腹が空いたのだ。がっつり食べられるお店を探していたら、勝里広麹店さんを見つけたのだ。今日の理想的な夕食、美味しかったのだ。それにしても取れ高がなくて、夕食の写真か。翌朝のセミさんの声なのだ。あと、豊橋市電の動画もあるのだ。市電には乗ったのか？乗ってないのだ。市電でホテルの近くまで行けたはずだろ、乗れよ。食事が優先されるのだ。じゃ、朝乗れただろう。いや、セミさんが。愛知県側の取れ高少ないんだから、普通、乗車して取れ高稼ぐだろう。豊橋駅前で動画撮ったのだ。言い訳するなよ、努力が足りないんだよ。ということで、Google Earth 先生でおさらいなのだ。伊良湖岬バス停からバスに乗車したのだ。三河湾が見えたのだ。動画も撮影したのだ。ひまわり畑も見えたのだ。写真撮影したのだ。三河田原駅から豊鉄厚見線に乗車したのだ。神戸駅までの前方映像を撮影したのだ。夕日が綺麗だったのだ。豊橋駅なのだ。勝里広麹店さんでがっつり食べたのだ。セミさんなのだ。路面電車なのだ。ほんと内容の薄い動画。ご視聴ありがとうございました。なのだ。だから、食べ歩きの動画じゃないんだから。